おばあちゃん。ほんまにケーキ作ったことあんの？あるって。ここでちょっと踊ったりした方がいい？なんで？グーチョコステップ。お母さんのグーチョコステップ。正直帰りたくないやろ。うん。ごめん、遅くなった。お迎えが来ましたので、行きます。え、それでいいの？でっかいの？あ、待って。買い物行ってきますみたいなさ、カット取った方がいいかな。どうしようかな。いつものやつ出たー。丸食べヨーグルト丸食べ女。このクリームさん変わってる？これなんか入れた購入したん、うん、出たこっちの方が美味しい。なんで軽い口だけやで。あかんか、こっちの方が美味しい。なんだこれ、どういう意味？え、じゃあ意味言ってみや。これの方がちょっとなんかあの溶けてきちゃうんですけど。え、一個焼き。これそれあかんか、それはあかん。同じもんにしとかな。いや、というより。では、皆さん、今からケーキを作ります。イエーイ！うわー！大きな大きな布団が出てきました。しかも見て、3連続、マジで。3段。ほら。じゃーん。おー、綺麗。めちゃめちゃ。じゃあこの上にホイップクリームを混ぜます。ホイップクリームを混ぜていきます。はい、それでいいのか。なんかも冷やしながら。でもこんなんでいいの？あとこれさ、コンセントギリギリすぎるの。ピンピンやで。あとさ、飛んでんで。え、ゆうたくんも飛んでんで。お前どうしよう。生クリーム飛ぶで。あ、待って、砂糖入れてないんちゃん。入れてない。おばあちゃん、砂糖入れてなかった。カルテン、砂糖やばい、出来上がってしまった。え、これまだいっぱいある、うん、そうだよね。みんなでさ、塗っていこうや。これで塗ったらあかんの？これで塗っていけないんで。じゃあさ、みんなにとってのケーキはどういう存在ですか？うまい。だね。ケーキはおいしい。あ、いいね。ハッピー。楽しい。鳴らしていい？え？おならって言わないの？ガス。いいよ、みんなに乗せていこう。みんな。早乗せていいから時間ないねんから。一人でやった方が早いで。そう、時間ないからな。ポン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 。やっていかなあかんで。ハリーアウト！ハリーアウト！ハリーアウト！ちょっと生クリーム食べたい。無理。え、それ最後やってたから。いい、それすんの最後やって。トイちゃん、今やったから。じゃあ、歯磨き。最後。じゃあ、歯磨きしといて。最後。2個、とりあえず、シュに従え。ケーキおかしいやろ。多いから今。ほんまにケーキ作ったことあんの？あるって。せーの、完成まで、スキップ。オッケーオッケーオッケー。今は、ジャーマンポテトを作っております。私のお母さんは、ジャーマンポテトしか、あんまり作れないようなお母さんなので今日はこれを作っていきます。他にも作れます。これが我が家の秘伝料理です。そうです、誰でもできます。正直、あ、本当にそうです。泣いたか泣いたか。うちの家はカレーシチューというジャーマンポテトでできていると思います。どうする？野菜ブルーと野菜ブルーとお鍋です。これ混ざるんじゃない？この間お母さんがすき焼きだと言って食卓に出した料理が牛丼でした。どうする？ちょっとこれやっといて。はい、全部作るから。最高感じだ。やった、やった、はい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 、よっしゃ。レイコの前でどうする？ノーのことを全面に隠してきやがった。お母さんは顔あんま映らん方がいいねんね。
言ってたね。しょんぼりして帰ってた。はい、こちらがあのおなじみ新聞を読むときにたまにガラケーみたいに折り曲がる弟です。帰ってきました。よーマーブル、よーマーブル。ではいただきます。はーい、いただきます。ちょっと待って、おばあちゃんいただく。どれや、おばあちゃん。水、コップ。あ、4個、5個。あ、持ってきてくれんの。いいよ。ありがとう。リュウリュウ、いつもやらへん。こういうロケロケ違う。頑張っちゃって。ジャーマンポテト入れようとしたの。かわいい。ポテトうまっ。ありがとう。めっちゃおいしい。めっちゃへんよ。やば、バレた。ありがとう。これはおばあちゃんの手作りのお寿司です。イエーイ。ねえ、まあ、グラス人といて今、働いて帰ってきた人は弟っていう感じなんですけど、街に絶対にいそうなランキングナンバーワン、シンガーソングです。イエーイ。あの妹二人は水球娘だな。うん、で水球男。水球男なあ。なあ、何さ、琵琶湖演演した人誰したで、みんなみんなしたっけ。はい、した。なんか、なんかみんなにな、うっせぇうっせぇって言われて、琵琶湖永遠なんて C 見てって言われてた。する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 したな。するするした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 。何時間、何時間やったっけ。え、1 3時間3時間か。3時間ちょい。雨もやる。平泳ぎで3時間。あれでもめっちゃきついよな。雨雨美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。おナスも美味しい。おナスめっちゃ美味しい。ナス美味しい。なぁ、これは海のナス。うん、おじいちゃんのナス。そうやね、おじいちゃんが作ってくれてる。うん、ご立派だこと。じゃあさ、あみんなさ、なおのさ、好きなところ言ったら。え言ったら、うん、はいはい、優しい。イエーイ。一番に譲る。おお、はいはい。髪の毛きれいにしてくれる。じゃあマーブル君はないやん、絶対。なんの好きなとこ。好きなんて。かわいい。お、マーブルがそれ言うのいいね。嬉しい。マーブル。顔が小さい。おお。あ、そのつながりうまいな。やった。牛白い。おお。牛白いね、これ。駒いっぱいあるね。どっつね。うん。選べへんねん。選べへんねん。選べへんねん。選べへんから。頑張ってる。おお。お母さんって言ったっけ。まだ言ってないな。言ったよ、言ったよ。言ったことも忘れてる。お母さん2番ってやからな。じゃあ普段ツンデレの2号はどう。あ、ツンデレ、ツンデレ2号どう。ない。ない。こうやってツンデレなんですけど、一番家族を愛していらっしゃいます、彼女は。そうです。じゃあ最後は、うん、最後、参りました。いただきます、うん、本当に大真面目に言わせていただくと、うん、家族思い。おお。素晴らしい。いいやん、素晴らしい。みんな拍手。みんな拍手、ありがとう。素晴らしい。お母さん、言ったっけ。言った言いたがりやないか。言ったことの内容忘れちゃった。こうなったらさ、なおがみんなの好きなとこ言ったらいいんだ。いやいや、なんでやねん。え、なんでやねん。え、言った方がいいんじゃん。いや、言わへんよ。え、どうしよう、ここでちょっと踊ったりした方がいい。なんで、え、今なんか、みんな、なんでってえ、エンターテイナー好きやろ。じゃーん、さっきみんなで作ったケーキを持ってきました。イエーイ。どうです、何個いければいいの。11、誕生日歴が長い、お母さんがやってくれてます。キーチュー誕生日やばいよな、今考えたら。じゃあみんなどれがいいか。まあ、これはもうこいつだけ。もうこの、そういう言い方は。これの、これのやつ、これのやつ、これのやつ。いただきます。いただきます。おいしい。うまっ。うん。あ、めっちゃおいしい。おいしい。なんだか昔食べたことがあるような。食べてるんじゃない。この後はリンゴタイムが待ってます。人参や、我が恒例の、うん、64。64です。ありますか。38リンゴ。嘘やん。リンゴ69。やった、リンゴ。
こんな感じで景品を選んでおります。75。これから帰ります。なんかさ、普段の会話みたいなのをお届けできたら嬉しいやん、一番。うん、普段の会話って、これ普段の会話すぎん、なんか。じゃあさ、うん、なんで人は布団で寝るかっていうのを討論する。はいよ。うん、いやや。あ、出た。フラッシュバック、あ、移りたがり。ちゃんと移りたがり、グーチョコ。待て、グーチョコ、はい。グーチョコ、はい。これ、旗を打たなきゃった。見て、お母、見て、これじゃん。グーチョコステップ。してる。お母さんのグーチョコステップ。はい、2日目です。イエーイ。今日は、お姉ちゃんが昨日産めなかったので、お姉ちゃんと、お姉ちゃんの新婚さんと、お母さんと4人で、全員の大家族ご飯を作るので、その買い出しに行きたいと思います。イエーイ、レッツゴー。いつもはスーパーのはしごをして、3軒ぐらいしたりとか、みんなおなじみのコストコも、いっぱい買うのに、それを週3回ぐらい行くから、コストコがほんま地元みたいな。そう、だから家にはそのために冷凍庫がある2台、まあ、1と2。昔からあるけどな、でもそれは昔からあるけど、でもさ、アイスもさ、10本入りのやつとかしかさ、買ってもらえへんかったよね。そうね、箱のアイスを10箱買っても1回ぐらいしか持たへんかったから、マジでそうやな。一人さ、2個とか3個とか食べてた。でも、そう、一人何本って決まってんのに、そう、絶対いいかとか甘い。で、お母さんが大きい声で、ダメ食べたダメやって言って、お母さんが大きい声で。で、みんな、みんな、みんな、でかい白状して。すごい声に、誰みたいな、ほんま誰みたいな感じ、みんな。よく言ういいなとか言ってる人が怪しかったかも、そしたら。うん、まあ、2グラムで測ってたから、おやつも。そう、おやつは。グラムで1グラム。氷が凍ってたやつ。そう。みんな喧嘩するから、大きい袋を、はかりで測って、何グラム入りかを計算して、何人で分けると、だいたい何グラムずつになるか。マニー。分けてた。懐かしいな。うん、あっちにある。ちょっと暑すぎて。あ、取られた。やられた、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 やられた。終わり？終わりなん？じゃーん、これが私たちが今回買ってきたものです。これ晩ご飯用なんですけど、これでもこんなに買ってもペロッとみんななくなっちゃうから、もうすっごいお母さんはいつも爆発的に自転車をこいでます。イエーイ。じゃあ今から、試合3人、弟とか妹とかみたいな人が3人試合に行ってるので、ちょっとそのみんなで晩ご飯を作りたいと思います。今何作ってるんですか？今は野菜スープを出ます。今、お姉ちゃんが切ってくれてます。エリン切り、エリン切り、やば。じゃあもう海渡らん。エリン切りって何？さっきから割れた意味が分からん。今エリンが綺麗に見える切り方分かるやろ。やって、え、これやろ。あ、なんか、なんか伝わったっぽい。こんな上司の人がいたら嫌じゃん。もうエリン切りやん、エリン切りとか言われてる。抽象的な人。わかるんやん、もう。ちなみに、あ、でもうまいかも。うん、じゃんじゃん入れちゃいます。さすがやっぱ手際いいな。バラバラと全然ある芯が出くる。皆さん、ぜひユニキケに遊びに。あかんよ。え、お母さんはウェルカムやで、いけるって。いや、あかん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 。やばい、ムスターが。ムスターやばい。ムスター喧嘩してる。あー、ダメ。もう。あかん、だからもう手入れて止めなかった。我が家ではムスターが最近は喧嘩します。兄弟喧嘩は最近ありません。なん
かりんです。そうかな。お風呂場まで行って喧嘩止めてたね。3、4の喧嘩止めて、何もにお風呂場に。あのお風呂場のさ、あのピピピピピピってなったらいかなんか。そう、あれだ、懐かしいな。ピーピーピーみたいなやつだろ。水色のピピやな。そうや、え、そうや、呼び出しのな、呼び出しの行って、それでお話だけ聞いて帰ってくる。それな、やめやって言って走っていく。言いにてって言われんの。あ、そう、お母さんに言われんね、絶対。あったな、懐かしいわ。懐かしい。何やけどな、ホットプレートないねんか。え、ただいまマイハウスなんですけれども、じゃーん、こんな感じで、なんか玄関にナオのグッズがたくさん、結構いっぱいラジオのものからありますね。生誕グッズもありますし、嬉しいです。家族が応援してくれるとすごく励みになります。はい、ということで晩ご飯できました。イエーイ。あそこにまだもやしがもりもりあったりとか、ちょっとまだ全部できてないんですけど、今日はちょっとお手頃に、晩ご飯も焼肉にしますけど、皆さんこれがいみき家の晩ご飯です。はい、イエーイ。じゃあ食べていきます。イエーイ。もやしできたで、もやし。イエーイ。ブスターも一緒に食べたかった。うわうわ。どこに積もるポイントあったのそれ。やば。ちょっとスパイス。やば、やばいやん。うん、おいしい。うま。おいしい。中身がいかはい、おかねはい、やっはっはっ怖いって。これが。ちょっと今日笑いのツボがさ、朝食ってさ、まずいまずい、もやし入れるとこもなくなったやん。ヘルパーや、ヘルプ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 行かな。ダメやろ。やば、ブスターにご飯あげるの教えてる。やば、ちょっと待って、ブスターにご飯あげるわ。チャンネル登録よろしくね。なんかさ、帰りたくなった。はじゃあ、ほんまな帰りたくなくなったりようと思ってんけどな、うん、言ったらすっごいきしょいなって思っちゃうでな。ちょっと止めた。正直、うん、正直帰りたくないやろ、うん、お、帰ってきた。お、誰帰ってきました。カタカタザラララ。今あと一人ぐらい、お酔いを楽しみたいと思います。お酔い。イエーイ。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。じゃん。これは何でしょうか。白い真っ白な液体です。これがどういう風に変化するのか楽しみですね。ちょっと硬くなってきた、ちょっとね。あ、いいやん。今からおばあちゃんが拳を効かせます。あ、やばいやん、もう固まってきてる。ここでいつもの失敗すんねんな、なお。一回火消したらね。あ、せやん、火つけたまま やってしまってんな、多分。
かった？年寄りやからね。変わろうよ。どうした？透明になったかな？これ見る人によったら透明ちゃうもん。どうかな。これ二の腕痩せるな。どう？これ。もういい？めっちゃ斜め。いいぐらいやね。いいぐらいやね。うん、めちゃくちゃ斜めやで。アングル。うん、うまっ。めっちゃ美味しい、おばあちゃん。うん。トロトロや。うん。うん。きな粉お腹にもいいしな。うん。おじいちゃんのは食べる？いやいや。これいいよ。よいしょ。そこ取ってやけ。うん、いいよ。おじいちゃん取ります。え？うん。